前回の、あら、やめろやめろ、このゲーム違うから。はぁ、今ので1万人くらい見るのやめたわ。超再生数かよ。はい、ということで霊夢さん、いつもの、わかりました。前回の、あらすじ。前回地面の王女を攻略し、お宝もすべては集めませんでした。地面の王女までですね。まあそんな感じで今回もやっていきましょう。ということでストリートファイターコラボやっていきましょう。じゃあクリアするとこまでカットしましょうか。ダメだよ。カットするならちょっとにして。わかりました。ちょっと一発ゲーします。カットーか。はい、なんでカットすんだよ。カットカットと言われたので、確かにカットカットでした。カットカットうるせえよ。お前らカットカット成人カット。お前も十分うるさいよ。カットカット成人って何？それとなぜ最後にカットをつけた？ではカットをしましょう。うちのチャンネルカット多すぎ。急に私の発言までカットされ始めた。ツッコミやめようかな。大丈夫だよ。乃木坂やめても代わりはいくらでもいるから、ちょっとくらい止めてくれ。ということで、次にやってまいりました。今回くらいはちゃんと実況しようかなと、思ってた時期も私にもありました。真面目に実況しようよ。てかそのネタいろんな動画で見たことあるんですが。オリジナルのネタがある。違うでしょ。オリジナルのネタがある。そういうこと言うと疑われんだよ、知ってる？知ってる。だから何？お前なんなんだよ。違うだろ、自分の体見てみろよ。とても可愛いお顔ですね。こいつマジかよ。なんだの年を取ったおばあちゃんって。そうは言ってないだろ。ということで破壊生物をぶっ壊していきましょうか。破壊されるのはクエリゼンだった。そして、マリサの心も壊れていくのであった。私の心を勝手に壊さないでくれる？そういえば投稿頻度週1くらいにしたいんですけど、なんか手間の人かないとできないと思うんでコメント欄でお願いします。果たして週1投稿はできるのか。頑張るのが私だ。メールは何もしてないだろ。メタ発言やめましょうよ。放射でもやめましょうよ。メタ発言したら喋れなくなったらめっちゃ必要じゃないだろ。ということで、てかこんなことに時間かけてるから編集だ。ちょ、これで終わったらまずいだろ。あれでもダメなのかよ。うわ、厳しめに見てるのでね。厳しすぎだろ。ということでもう一回やりましょうか。また発言は変えましょうね。こういうことでやってれば食の分。お前が操作してたんじゃないのかよ。てかお前収容したのをなんで復活させられるんだよ。マスタースパークだぜ。マスタースパークはそういう技じゃないだろ。このチャンネルのマスタースパークは違う技だぜ。それ使うの今だけだろ。マスカで使うだぜ。さっきから最後にだぜと吐きつけてるのに。そうだぜ。もう一瞬で復活できるじゃないか。復活したのでね。まさか時も時を克服したら昨夜にかけちゃうでしょ。また選択ならお前はここにいちゃダメだよ。じゃあ帰ろうかな。冗談だから待ってくれる？ちょっと勝ってくるか。マリサが勝ったらすんの初めて見たかもしれない。え？何それ？マリカ。ネーミングセンスどうなってんだよ。抜かないで私がボケくんだよ。お前が勝手にやってんだろ。勝手かは失礼な。私は台本通りにしてる。まださっきも続いてたのかよ。なんで収容したのに喋り続けれたんだよ。お前は成長性か。すべていいですけど、最強すぎだろ。ということで倒せそうなのでカット。全然倒せませんでした。ちょっと事情付きまで寄せました。もう一回カット。ということで終わりました。ではお宝。お宝をすべて集めました。次回、予告。未来編をクリアしたゆっくりたちは、ついに狂乱に挑戦。さらに3形態も。次回、ラーメン堂。ラーメン堂です。そこじゃなくて狂乱の。